これはデモ音声です。写真拡大。21日が引退試合となったソフトバンク長谷川優也外野手の最後の対戦相手となった伊藤大海が、同日の試合後に長谷川への感謝を自身のツイッターで綴った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。自身のアカウント@ひろみ151に、長谷川優也さん、現役生活お疲れ様でした。株式会社 AI によるデモ音声です。今年この世界に入ってばかりの自分が相手でいいのか。株式会社 AI によるデモ音声です。一瞬戸惑いましたが全力投球させていただきました。これはデモ音声です。長谷川の最後の打席は1ゴロだった。株式会社 AI によるデモ音声です。一塁ベースへ全力のヘッドスライディングで飛び込み、対戦した伊藤も際どいタイミングで一塁ベースカバーに入りアウトにした。これはデモ音声です。伊藤はベンチに引き上げる長谷川に向かって脱帽して再敬礼。株式会社 AI によるデモ音声です。この振る舞いが公式動画配信のパーソルパリーグテレビでも取り上げられて話題に。